皆様おはようございます。ニュースチャンネルへようこそ。今回のテーマをお送りします。なにわ男子、なにわ男子の世界観満載のメタバース空間、なにわ男子ハウスがオープン。長尾健森、大橋くんかな、なにわ男子、超接近。なにわ男子リューシアハウスメンバー間で問題多発。なにわ男子が出演するソフトバンク株式会社の新テレビ CM なにわ男子ハウス登場編の放映が3月7日火曜日から開始する。ソフトバンクの最新テクノロジーでなにわ男子とファンをつなげることをコンセプトに展開中のプロジェクトなにわ男子超接近の最新シリーズ開始に伴うものだ。メンバーのシェアハウスへ遊びに行ったような新 CM。 新テレビ CM ではなにわ男子ハウスを舞台にあたかもメンバーのシェアハウスへ遊びに行ったかのようなストーリーとなっている。超接近しながら家の中を案内してくれるメンバーがいつの間にかアバターに変身。新曲スペシャルキスをバックになにわ男子ならではのキラキラ感と仲の良い掛け合いが楽しめる。今回のプロジェクトではもっともっと近づいてもええんやでというコンセプトの下、なにわ男子の世界観あふれるバーチャルハウス、なにわ男子ハウスをメタバースに展開する。これはなにわ男子の世界観あふれるバーチャルハウスで 3D と 2D の2つがあり、自身が作成したアバターで訪れることができる。新 CM なにわ男子ハウス編30秒ストーリー。なにわ男子とジラト家のお父さんのトップカットに続いてイラスト風の家が登場。なにわ男子ハウスと書かれた窓に寄っていくと、その窓の中から顔を寄せ合ったなにわ男子とお父さんが現れ、大西流星がここ数年近づいちゃいけないって言われすぎて疲れちゃいました、近づかないと感じられないことあるのにねとカメラ目線で語りかける。もっともっと近づいてもええんやでというナレーションに続いて画面が切り替わり、ドアの前で手を差し伸べる道井親友。お帰りと部屋の中へ誘うと、お出迎えに集まってきたメンバーたちが、よく来たね、何して遊ぶ、楽しんでやーと次々と声をかけてきて、それを見たお父さんも近いなぁと驚く。なにわ男子が左右に並ぶ花道を抜けた先に階段が見えてくると、そこからメタバースの世界に変化しアバターになったなにわ男子が登場する。新登場のメタバース、なにわ男子ハウスでもっともっと近づこう、なにわ男子超接近というナレーションをバックにフレームインしてきたアバター姿になった女性が、なにわ男子アバターと一緒に階段で記念写真を撮った瞬間、スマホの画面に切り替わり、これまでのシーンは女性が部屋でなにわ男子ハウスを楽しんでいたことが明かされる。ここで再び冒頭の窓のシーンに切り替わり、もっと楽しめるパスポートはという大橋和也に続き、メンバー全員でソフトバンクのお店でとアピールすると、いきなり画面が高速で右にスライド。そこにいたなにわ男子アバターが待ってますと呼びかけると、それを見たリアルのなにわ男子のメンバーたちがえっとびっくり。最後はリアルとアバターのなにわ男子が一緒になにわ男子ハウスへと呼びかける。 CM 撮影はなにわ男子ハウスと書かれた家の窓から全員で顔を出すシーンからスタート。すぐ隣の大西から、元気やった？久しぶりやなぁと声をかけられ、再会の挨拶を交わした白戸家のお父さんは、なにわ男子と約1年ぶりの CM 撮影ながらファーストテイクから早くも息ぴったりの掛け合いを披露した。その中で最も盛り上がったのがなにわ男子ハウスで待ってるでと呼びかけるシーン。と一斉に身を乗り出して横を向くはずが、自分だけ反応しそびれたため、全員の視線が不意に集中してしまい、思わず後ずさりしたお父さん。チャーミングな NG になにわ男子も
そらそうなるよ、かわいいねーとほっこりしていた。すると、名誉挽回とばかりに、なにわ男子の呼びかけが揃わず NG になった際、セリフ確認のために監督が近づいてくると、真っ先に立ち上がり手元の絵コンテを覗き込んだお父さん。すかさず藤原丈一郎が、お父さんが一番確認してると誰より熱心な姿勢に言及すると、さすがや、とばかりに、メンバーの皆さんから楽しそうな笑い声が聞こえてきた。メンバー、制作チーム一丸となって臨場感や没入感のあるシーンを演出。ユーザーに見立てたカメラを、道江が、なにわ男子ハウスのドアを開けて、メンバーたちが待つ部屋に送り出すシーン。道江は、ささを自分がユーザーの手を引いてエスコートしているように見せるべく、こんな感じですか？と自らのアイデアを伝えつつ、監督、カメラマンと話し合いながら、より臨場感のあるお芝居を追求した。また、なにわ男子が左右に並ぶ花道を、ユーザーに見立てたカメラが抜けていくシーンでは、順番に手を伸ばしていくタイミングが一発目からピタリと合致。これには監督も、はい、素晴らしい、素敵と絶賛の声を上げた。大橋の面白アクションで、他のメンバーが NG を連発。なにわ男子が、ようこそ、お帰りなどと次々と声をかけるシーンは、360度回転する主観カメラを使用し、自分の前にレンズが来た瞬間、一言ずつコメントしていくメンバーを超回しで撮影した。最初の方は、よく来たね、何して遊ぶ？とスムーズにコメントしていたメンバーだが、監督から、自由演技でという指示が飛んだ直後から、なぜか大喜利状態に。中でも一番笑いが起きたのが、大橋さんが突然、おい、おい、おい、と声を張り上げながら、シャドーボクシングのような面白アクションを披露した場面。すぐ隣の高橋恭平は笑ってセリフが遅れ、次の西畑大吾も語尾が怪しくなり、長尾健森こそなんとか踏みとどまったものの、壺に入った道家は全くセリフが出てこず、手を振るだけでフレームアウトしてしまう事態となり、カットの瞬間、現場は大爆笑に包まれた。なにわ男子、インタビュー。CM、撮影の感想と見どころをお聞かせください。日芸、彼女目線のカットもあるので、そこは見てくださった皆さんがちょっとキュンキュンするところじゃないかなと思います。西畑、本当に楽しかったですね。ソフトバンクさんの CM 撮影は3回目ですが、ルームウェアに近い衣装だったこともあって、リラックスした雰囲気で臨めたんじゃないかなと思います。360度カメラが回っている中で、僕らが仕草や言葉で呼びかけるシーンの撮影中、監督さんから、一回フリーでやってみましょうと言われたので、僕らも結構面白がりながらやって、カメラが何周もしたんですよ。それで、OK ですとなったから、え、大丈夫？撮れてる？みたいな感じになって、完成が楽しいです。シェアハウスをしているような設定の、なにわ男子、ハウスにちなんで、なにわ男子のメンバーの中で一緒に住むとしたら、誰と住みたいですか？長尾、本当に個性あふれるメンバーなので、誰と住んでも楽しそうですけど、僕は大橋くんかなと思いますね。料理上手なんですよ。一緒に住むと、毎日美味しいご飯を作ってくれるので、帰るのが楽しみになるような生活ができるんじゃないかなと思います。大橋、綺麗好きなので、掃除もちゃんとしますよ。西畑、なにわ男子の中でもお母さん的な存在ですからね。高橋、僕は一番こだわりがない大丸くんですね。他のみんなやっと結構こだわりが強そうなので、一番こだわりがない大丸くんが、やっぱり一番落ち着くかなと。西畑、選ばれたのは嬉しいけど、理由は嬉しくないですね、笑い。今回の、なにわ男子、ハウスのように、皆さんは今まで一緒に住んだことがあるんでしょうか？
西畑、一緒に住んだことはないんですけど、僕たちが東京に来た最初の方は、一緒のホテルで生活していました。自分の部屋はあるけど、フロアが一緒みたいな感じだったので、その時はちょっとシェアハウスに近かったというか。他のメンバーに調味料を借りに行ったりしていました。大西、ゴミ出しの時とか、たまに他のメンバーと鉢合わせすると、ちょっと気まずいんですよね。もしなにわ男子のメンバー同士でシェアハウスするとしたら、どんな事件が起こりそうですか？藤原、めっちゃ事件起きますよね。多分冷蔵庫は一つなので、自分が買ってきたものを入れてたら、いつの間にかなくなってたり、名前書いておこうとなっても、それを消して自分の名前を書いたり、お皿を洗わずに、そのまま置いたりとか。あと、実際に起こったのは、ドライブした時、後部座席に飲んだ味噌汁のカップを置いたまま帰ったとか。大西、誰のことですか？長尾、ジョーク君のお母さん、ごめんなさい。高橋、すいません。様々なことが実現可能なメタバースで実際にやってみたいことは？大西、僕はお仕事の中でコンサートが一番好きなので、ナニワカーという石焼き芋屋さんみたいなトラックを作って、その荷台が開くと、いきなりコンサートが始まるとか、そういうサプライズみたいなことをやってみたいですね。こじんまりとした感じで、親近感が湧くのかなと思います。大橋、僕は、1、小夢があって、海を走りたいんですよ。メタバースの海の上で、なにわ男子のメンバーみんなでかけっこしたいです。新、CM、がオンエアされる、3、月は卒業式シーズンということで、この春に卒業したいことをお聞かせください。西畑、20代後半に差し掛けかって、少しお腹周りが気になってきたので、ちょっとぽよっとしてるお腹を卒業したいですね。別に脱ぐお仕事とかないし、誰にも見せないんですけど、夏に向けて気持ち的にスタイリッシュになりたいなと思って、最近ジムで筋トレをしています。日家、お風呂に長居しちゃうのを卒業したいと思います。ついつい湯船に長時間使ってしまって、気づいたら1時間半とか経っている時があるんですよ。湯船に入ると、お尻が重たくなるんです。藤原、僕、被害者です。道江さんと露天風呂に1時間半ぐらい入って、体が真っ赤っかになりました。笑い。今回の内容ここまで終わりました。遅れ、他の内容を参照してください。ありがとうございます。We're about to turn it on.